くない、だからさあ涙と悲しい歌は弾くんだ。何の騒ぎだ。あれが噂のモーツァルトです。モーツァルト、神童と呼ばれた男の慣れの果てか。どうした。別に大したことはない。世間知らずの青二歳が作った素直さが受けてるだけじゃないか。悲しみなんか負けたくない、だから教えて光を。私はここにいるの、見つめてほしい。お願い、私を優しい。出て行け。行かないでくれ。